アメリカ合衆国のプロレスラー。アイオワ州バッファロー出身。タイラー・ブラックと名乗って、ローや PWG などのインディー団体で活動後、2010年9月より、WWE にて、セス・ロリンズのリングネームで活動。2003年、SCW にて、ジックスというリングネームでプロレスラーデビュー。SCW ヘビー級王座を獲得した際には、 ベルトを黒のスプレーで塗装する悪行を見せた。後に参戦した、イワミッドサウスでも獲得した、イワミッドサウスライトヘビー級王座のベルトに、同じようにスプレーで黒く塗装した。2006年には、NWA ミッドウェストにて出会った、マレック・ブレイブと共に行動するようになり、フィップや PWG など多くの団体に参戦。2007年、 ローと契約を交わし入団。ジミー・ジェイコブスとエイジ・オブ・ザ・ホールなるタックチームを結成し、タック戦線へ進出。ロー世界タック王座を2回獲得するなど活躍。2009年よりシングルで活動するようになり、メインイベンターへと成長。2010年2月13日、ローエースアニバーサリー賞にて、ロー世界ヘビー級王座を保持するオス・チン・エリーズに挑戦。 勝利して、ベルトをダッシュした。FCW、NXT、編集2010年、編集2010年9月、WWE と契約を交わし入団。参加団体の FCW にて、セスロリンズのリングネームでデビュー。リッチー・スティム・ボートと交想を開始。2011年、編集2011年1月、ジェリー・ブリスコ・クラシック・トーナメントで優勝を飾る。 3月には構想中であったリッチーと試合中に、ラッキーキャノンブレットデビアスが乱入し、襲撃を受けるがリッチーと共闘して撃退。一時的に構想を中止し、タックを結成。3月25日、FCW フロリダタック王座を保持するダミアン、サンドータイタス・オニールに挑戦。勝利して、ベルトをダッシュした。FCW フロリダタック王座陥落後。 再び、リッチーとは、ライバル関係が継続。また、FCW に入団してきたディーン・アンブローズと、構想を展開。2012年、編集2012年3月25日、FCW フロリダヘビー級王座を保持する、レオ・クルーガーと対戦して勝利。ベルトをダッシュした。5月、新人発掘番組であった NXT と、 FCW が統合され内容が一新。新たに創設された NXT 王座を争うゴールドラッシュトーナメントを制して初代 NXT 王者となる。以降、王者であり、メインイベンターとしてカーティス・アクセル、ジンダー・マハルと対戦してベルトを取得した。WWE 編集2012年、編集2012年11月18日。 WWE の PPV であるサバイバーシリーズ2012のメインイベントである CM パンクライバックジョンシナによるトリプルスレッドマッチに行ってディーン・アンブローズ、ロマン・レインズと共に乱入。場外へ逃れてきたライバックを捉え、3人で抱え上げて実況席へとパワーボムを見舞った。同月19日の RAW にも3人で姿を現し、ライバックを強襲した。 WWE の不義を正す正義の盾というコンセプトのトリオユニットザ・シールドを名乗り蛮行を重ねる2013年編集2014年シールド時代2013年1月2日 NXT にて GM であるダスティローデスによって NXT 王座防衛戦を組まれコリー・グレーブスとの対戦ではシールドの仲間が乱入して反則防衛同月9日 ビッグ、イーラングストンとのノーディー級戦ではシールドが乱入するも他のレスラーたちによって阻まれてしまい、敗戦して王座を奪われることになった。5月19日、エクストリームルールズ2013にテレインズとのタッグで、チームヘルノーと WWE タッグ王座をかけて対決勝利。ベルトをダッシュした。10月14日の RAW で、コーディローデス ゴールダストとの王座戦の際にビッグショーの介入に邪魔されてしまい敗戦。王座を奪われた。WWE タップ王座陥落後、上層部派閥であるオーソリティの手先となり、ダニエル・ブライアンやウーソズ等と抗争を繰り広げたが、オーソリティに逆らい、ベビータームする。2014年、編集2014年、エボリューションと抗争して優勢に進めていたものの、 6月2日の RAW にアンブローズ・トレインズを襲撃して、再びヒールターン。オーソリティの一員になる。6月29日、WWE マネー・イン・ザ・バンク2014のマネー・イン・ザ・バンクラダーマッチに出場し、試合中に乱入してきたケインのアシストを受けて勝利し、ミスター・マネー・イン・ザ・バンクとなった。9月21日、 ナイト・オブ・チャンピオンズ2014では WWE 世界ヘビー級王座戦に乱入し、ジョン・シナを襲撃して試合を成立させ、なくした上に、オーソリティと友好関係にあったブロックレスナーも襲って、マネー・イン・ザ・バンクの権利を行使して、ベルトを奪おうとしたがシナに阻止された。組織内で、ラン・ギ・オートンと衝突し、最終的にオーオートンが、オーソリティから追放されると組織のトップ選手の、 ポジションを奪い、トリプル H たちが、サバイバーシリーズ2014終了後から一時表舞台から、姿を消した際、組織のトップ代行として、品たちと戦った。そして12月29日の RAW にて、ゲスト GM のエッジクリスチャンを襲い、エッジを人質にとって、品に、トリプル H たちの復職を要求し、それを飲ませた。2015年、 編集2015年2015年1月、トリプル H 夫妻復帰後、ブロックレスナーと再び衝突。トリプル H たちは同月25日のロイヤルランブル2015でのシナ VS、レスナーの WWE 王座戦にてロリンズを加えてのトリプルスレッドマッチに変更。試合はシナが脱落状態になったことで、レスナーと一気打ち状態になったが敗戦した。 3月29日、レッスルマニア31にて、ランディ・オートンと対戦。試合は劣勢の状況が続いたものの J&J セキュリティの火星があり逆転するかに思われたが、最後にカーブストンプを決めようとした際に RKO を暗い敗戦した。しかし、メインイベントのレッスナー VS レインズにて試合中に乱入。マネーインザバンクの権利を使用してレインズに カーブストンプを決めて勝利し、WWE 世界ヘビー級王座を奪取した。8月、シナと WWE 世界ヘビー級王座と WWEUS 王座、どちらが権威が高いかを証明するために構想へと発展。同月23日、サマースラム2015にて、ダブルタイトルマッチを行い終盤にアティチュード、アジャストメントをクライホールされるがレフェリーが倒れていた。 ことからカウントされず、さらに、シナと因縁のあったジョン・スチュワートが乱入して、スティールチェアで王ー,ーしてアシストすると最後に、リングに置かれたスティールチェアに向けて、シナをペディグリーで沈めて勝利。二冠王者となった。9月、スティングとの交想を開始。同月20日、ナイト・オブ・チャンピオンズ2015にて、ジョン・シナと WWEUS 王座戦を行い敗戦して、ベルトを失う。 満身創痍の状態となっているところへ続けて、スティングとの WWE 世界ヘビー級王座戦が組まれてしまい、連戦となる。試合中に、スティングが足を負傷し、チャンスが訪れて攻めるが終盤にスコーピオンデスロックを決められ逆転されてしまうが切り返して丸め込み勝利した。11月4日、ヨーロッパツアーでの WWE ライブにてケインとの試合にて、 ロープ上での工房で飛んで、リングに着地した際負傷。後日、診断して、右足の前十字靭帯と、内側側副靭帯の断裂、また、内側半月板の損傷と判明。欠場することとなり、WWE 世界ヘビー級王座を返上した。2016年、編集2016年5月22日、エクストリームルールズ2016にて、 ロマンレインズ VS アージスタイルズの WWE ヘビー級王座戦でレインズが勝利後勝ち名乗りを上げているところで乱入背後から襲撃するとペディグリーを決めベルトを手にすると掲げて復帰をアピールした6月19日マネーインザバンク2016にて WWE 世界ヘビー級王座を保持するロマンレインズに挑戦終盤には 両者の得意技であるスピアーとペディグリーの仕掛け合いとなり、最後はスピアーを仕掛けてきたレインズにカウンターのペディグリーを決めるともう一度ペディグリーを決めて勝利。ベルトをダッシュするが直後にディーン・アンブローズにマネーイン・ザ・バンクの権利を行使され、ダーティ・ディーズを決められると3カウントを取られベルトを奪われた。2017年、編集2017年4月2日、 レッスルマニア33にてトリプル H と対戦。負傷している左膝を必要に攻められる方へ、終盤にペディグリーの掛け合いとなり、トリプル H にスーパーキックを決めると、トリプル H はセコンドに従えていた、ステファニー・マクマホンと激突。これに動揺したトリプル H の振り返り様に、ペディグリーを決めて勝利した。同月30日、ペイバック2017にて、 サモア上と対戦。負傷している右膝を必要に狙われ苦戦。終盤には、コキーなクラッチを決められ、窮地に陥るが極められたまま倒れ込みフォールして、カウント3オーバー勝利した。8月20日、サマースラム2017にてディーン・アンブローズと組んで、WWE ロータッグ王座を保持するセザーロシェーマスに挑戦。終盤に、アンブローズが、 標的とされ自身は場外で襲撃され満身創痍になるがアンブローズが合体技を食らおうとした際にコーナーポストに立っていたセザーロにフランケンシュタイナーを仕掛けたスケルト続けてセザーロとシェーマスにスーパーキックを浴びせ最後にシェーマスにリップコード2位からアンブローズのダーティディーズへとつなげて勝利し二人同時にトリプルクラウンとグランドスラムを達成した10月9日 R.A.W. トークショー、マイズトブにテレインズが水より挑発されているところに、アンブローズと共に登場。リングに上がり水とシェーマース、セザーロ、カーティスアクセルを襲撃。最後には水にトリプルパワーボムを決めて、ザシールドの復活をアピール。続いて、ブラン・ストローマン VS マット、ハーディの試合で、ストローマンが勝利。退場しようとしたところ襲撃すると、 実況席にトリプルパワーボムを決めた。12月18日、アンブローズが右腕を故障して、長期欠場に追い込まれる。同月25日、アンブローズの代役となるジェイソン・ジョーダンと組んで、WWE ロータッグ王座を保持する。終始ジョーダンが捕まり苦戦する展開が続く中、終盤に場外での攻防となり、 セザーロにスーパーアッパーカットを食らってしまうが直後に、リングに上がったセザーロに、ジョーダンがベリートバックネックブリーカーを決めて勝利。ベルトをダッシュした。2018年、編集2018年4月8日、レッスルマニア34にて、WWEIC 王座を保持する、ザミズ、フィン・ベーラーとトリプルスレッドマッチで挑戦。終盤に、ベーラーが水に食うデグラを決めて、 ホールをしようとしたところにブラックアウトを打ち込み、最後に倒れていた水にブラックアウトを決めて勝利。王座をダッシュするとともにグランドスラムを達成した。8月19日、サマースラム2018にて、WWEIC 王座を保持する、ドルフ・ジグラーに復帰したディーン・アンブローズをセコンドに、引いて挑戦。終盤に、ジグラーのセコンドである、ドリュー・マッキンタイラが介入しようとしたところに、 アンブローズが阻止。このアシストを受けて、ジグラーにスーパーキックから、カーブストンプへとつなげて勝利。ベルトをダッシュした。10月22日、RAW にて、アンブローズと組んで、WWE ロータグ王座を保持するドルフ・ジグラー、ドリュー・マッキンタイヤに挑戦。終盤にブラウン・ストローマンの乱入により、マッキンタイヤが、リングから除外され、最後に、 ジグラーにスーパーキックからカーブストンプへとつなげて勝利。ベルトをダッシュするが、試合後にアンブローズより襲撃を受けた。しかし11月5日にマンチェスターアリーナで行われた、ロータッグチーム選手権試合では一人で戦った、ものの AOP に敗れ王座から陥落した。2019年、編集2019年1月27日、ロイヤルランブル2019で、 ロイヤル・ランブルマッチに10番目に出場。試合途中に、場外で、ボビー・ラシュリーにより、実況席にパワーボームを受け離脱するも、復帰するとブラウン・ストローマンと最後まで争い、リングサイドからカーブストンプを決めて場外に落とし勝利。優勝を飾った。同月28日、RAW で、WWE ・ユニバーサル・オーザ戦を選択。4月7日、レッスルマニア35で、 WWE ユニバーサル王者のブロックレスナーに挑戦。序盤より何度もスープレックスを食らうがレスナーとレフェリーを衝突させるとローブローからカーブストンプを連発して勝利。王座を体感した。その後、マネーインザバンクを取得したレスナーがエクストリームルールズでロリンズ組がング組に勝って防衛した直後にキャッシュインして王座を奪還した。8月11日。 サマースラム2019で WWE ユニバーサル王者のブロックレスナーに挑戦。終盤にカーブストンプを繰り出そうとするとカウンターで介護の体勢にされるが切り返してスーパーキックからカーブストンプへとつないで勝利。王座を再体感した。9月からはザ・フィーイン・ド・ブレイ・ワヤットと交想を開始。カーブストンプ・アバタケ・ダブラ・ペディグリー・フライング。 ハイニーカーブストンプイをつんばいになった相手の左側から助走をつけてジャンプして右足の裏で相手の背中や後頭部を上から踏みつけその衝撃で前のめりに倒れ込んだ相手の顔面を通打させる NXT 初登場時からゴールドラッシュトーナメント準決勝までまたザ・シールドとして活動するようになってから再度使用するようになった NXT 時代にはブラックアウト ザ・シールド時代には、ピース・オブ・マインドという技名で使用。2018年より再び、ブラックアウト、そしてストンプから、カーブ・ストンプへと変更している。レボリューション22017年4月より使用。ジャーマンスープレックスの体勢で、相手の背後から、左手首をつかみ、自身の方向へと引っ張り。技名は、キングスレイヤーから、リップコード2、キングスランディングへと変わり、現在に至る。 ペディングリーカーブストンプが WWE の禁止に,に指定された後から使用。トリプル H のオリジナル技であり、彼の代名詞と呼べるフィニッシュホールド。相手をダブルアームスープレックスの体勢で捉えて、後ろに飛びのくような感じで、自身の体を軽くジャンプして、相手を抱えたまま両膝から着地して、うつ伏せの状態で落下させた相手の顔面を痛打させる。 スカイウォーカー NXT 時代のフィニッシャー。後方回転式リバース DDT。フライングハイ 2WWE 昇格後に使用していたフィニッシャー。コーナー最上段から放つ。スプリングボード式で放つこともある。アバダケダブラ座ってる相手へのスーパーキック。ロー時代ではフィニッシュムーブにつなぐための技の一つであったが、FCW 時代にはフィニッシャーとして活用していた。 ゴッズラストギフトスモールパッケージドライバー。タイラー・ブラック時代の代表的フィニッシャー。自分の右手で相手の左足を抱えてフィッシャーマンの体勢に持ち上げジャンプしながら空中で相手の右足に自分の右足を絡めてスモールパッケージホールドの体勢になり垂直落下で相手を後頭部から落とす。そのままホールに持ち込むこともできる。 フェニックススプラッシュタイラーブラック時代のフィニッシャー。WWE 入団後も大一番で使用しているが、フィニッシャーになることはない。エルボーナックルパンチバックハンドチョップスーパーキック、エンズイギリ、ローリングソバットランニングシングルレッグ、ドロップキックバイシクルニー助走をつけて二段蹴りのモーションで軽く、宙に舞い上がり、振り上げた右膝で、相手の顔面や顎、胸板をに。 下から突き上げるような膝蹴りを叩き込む。スナップスープレックススーパープレックス、ファルコンアロースーパープレックスのコンビネーションで、ぶっこ抜き式、ファルコンアローを使用する。ターンバックルパワーボムコーナーのターンバックルめがけて、投げっぱなし、式パワーボムを見舞う。カーブストンプへの布石として使用。スリングブレードパルキシズムリバース DT の体勢から入る変形の旋回式。 エメラルドフロージョン。リバースブレーンバスターの体勢で持ち上げた相手の右ももを自分の右手で外側から掴み、180から360度左方向に旋回しながら相手を垂直落下に後頭部から落とす。フロントフェイスロックドロップ変形フェイスバスター。相手をフロントフェイスロックの体勢で自ら足を振りかぶって反動をつけて前方に倒れから、 相手の顔面から上半身に倒し、相手の顔面をマットに押し付ける技。DDT と似ているが、相手の頭ではなく相手の顔を対象として、自身は DDT のように後方に倒れるのではなく、前方に倒れる技。STF クロスフェイスボストンクラブシングル、ボストンクラブダイビングブロックバスターミドルロープから仕掛ける。フロッグスプラッシュスーサイド。 ダイブ WWE ユニバーサル王座、WWE 世界ヘビー級王座2015年、WWE 世界ヘビー級王者時代、WWEIC 王座ミスターマネーインザ、バンク WWEW、ロマンレインズ W、ディーン・アンブローズ、2回 W、ジェイソン・ジョーダン W、ブラウン・ストローマン W、バディ・マーフィー・回 CWW、リッチ・スティム・ボート・ロー W、 ジミー・ジェイコブス PWGW、ジミー・ジェイコブス IYAWW、マレコブレイブ、ジミー・ジェイコブスフィップリは、ミッドサウス MCPWNWA、ミッドウェスト W、マレコブレイブ。ありがとうございます。